two strange and unknown objects were shot by Miss Seri Kimura, Paris, France, and she sends a photograph of them just this morning on October the 5th, 2020, with some comments together, in which she mentions that when she was taking photographs of the full moon, she noticed something unexpected taken together with the moon. Then she asks me to examine it, what it is. Here is my report about the object, about which one glance of them is enough to make me sure or convinced that they are UFOs or alien crafts. フランス・パリ在住のセリー・キムラさんからこんな情報が届いています。セリー・キムラさんはもう6年以上にもなる私の友人でもあり、協力者の方です。伊勢地方を一緒に旅したこともあります。で、今朝2020年10月5日の朝、セリー・キムラさんから1枚の写真が届けられました。中秋の満月を撮影した時のものだそうです。そしてそれには月と並んで奇妙な物体が2つ映り込んでいました。これは何ですか？検証してほしいと。私はその写真を見た瞬間、それは UFO、つまりエイリアンクラフトであると確信しました。以前調べた UFO と形が同じだったからです。広瀬林、HMM City Japan。 念のためアメリカの国家 UFO レポートセンターのサイトを調べてみました。で、これが最新版ということになりますが、今朝の今もですね、数多くの UFO 目撃情報が届けられています。で、その中に似たようなものがないのかなというふうに調べてみましたが、何しろ膨大な数の量です。で、私はですね、記憶の中をたどってみましたが、やはりどこかで見たような記憶があります。で、この写真がですね、2004年に NASA のスピリットがですね、火星探査機なんですけども、それが火星から送ってきた写真です。その写真の中にこんな奇妙なものが映り込んでいたというわけです。で、これを拡大してみますと、形、まあ、輪郭がですね、私が、まあ、見た UFO と大変よく似てると。まあ、右の方がね、角度がわかりませんから。で、これはカリフォルニアで現れた、やはり V 字型の UFO です。そしてこれはですね、オーストラリアのウルル、エアーズロックで、撮影された、やはり UFO ですね。まあ、鳥のようにも見えますがね。まあ、もう一枚、別の角度から撮ったのがありまして、まあ、このようなブーメラン型のものが映っていたと。
で、これは日田市、大分県日田市のカモンさんがですね、書いてくださったスケッチです。で、カモンさんの裏のね、まあ、空き地があるんですけど、そこで、ご主人がこの UFO を目撃なさいました。2年前ですね。そして去年ですね、またカモンさんから電話がありましてですね、また同じものを見ました。家族と一緒に見ました。って言ってね、もう本当に嬉しそうに興奮して、電話をかけて来てくださいました。大変ラッキーな方だと思います。ということで、今ご覧いただきました写真、絵をですね、もう一度皆さんにご覧いただきます。左がですね、私とワイフが1975年に、夜中に散歩中に目撃した UFO です。その右がですね、火星上空で撮られた UFO です。そしてその右がですね、オーストラリアのエアーズロック、ウルルの近くで撮られた写真です。左下もその時に撮られた写真です。そして右がですね、セリキノさんが今朝届けてくださいました写真です。で、黄色い今枠で囲った UFO を比較してみてください。90度左に回して拡大し、で白黒に反転しています。大変形がよく似ているのが皆さんにも分かっていただけると思います。そしてですね、今度はその3者ですね、火星上空で撮られた、やはりウルルで撮られた写真、そしてセリキマさんが届けてくださった写真、今赤枠で囲っていましたけども、拡大してみました。で、こうして比較してみるとですね、これは同じと、まあ、そのようにしか言いようがないわけですね。で、形をですね、まあ、左右反転していますので、形をこのように直しています。それ以外は一切手を加えていません。そうして比較してみるとですね、右2つが同じであることを、同じですよね、ことに皆さんもお気づきになると思います。そして火星上空で撮られたその UFO もですね、左右反転して比較してみると同じ形になります。輪郭がぼんやりしているのは、まあ、つまりはボイド・ブッシュマンによればですね、パワーアップした時にはこのような状態になるということです。ともかくもこの3者を比較してみるとですね、この3者は同じであると私はそのように判断しました。一番左が火星上空で撮られた写真、そして中央がオーストラリアのウルルエアーズロックで撮られた写真、そして今回ですね、今朝フランス在住のセリキムさんから届けられた写真です。まあ、V 字型 UFO とは断言できませんが、しかし大変酷似しているのが分かります。つまり私はこれら3社は同じ物体、同じ UFO、 同じエイリアンクラフトであると判断しました。で、結論ということになります。もう一度冒頭で皆さんにご覧いただきましたセリキマさんから届けられましたパリ上空の UFO の写真をご覧いただきます。右に月が写っています。で、セリキマさんはこの月を撮るつもりで写真を撮られたそうです。ところがですね、その向かって左側に奇妙な物体が2つ写り込んでいたというわけです。で、これは何か検証してほしいという、まあ、メールをですね、今朝いただきました。こうしたその UFO 検証ではですね、信頼できる人からの情報提供であるかということが第一の、まあ、重要課題ということになります。で、セリキムラさんと私はですね、もう6年近く交際させていただいています。そしてあれこれですね、フランスの情報を届けていただいています。まあ、そういう方であるということでですね、十分信頼のおける人ということになるわけです。で、これがカメラの手ぶれではないかということなんですけども、手ぶれの場合はですね、全く同じように、まあ、ぶれていくわけですよね。しかし手ぶれではないということですね。そしてレンズフレア、あるいはレンズゴーストかと言いますと、それもないんですよね。まあ、手ぶれの場合はですね、地上の写真も同じようにぶれますからね。レンズゴーストの場合は強烈な光があって、対角線上に行ってますかね、その光から、まあ、対角線上に行ってますか、放射線上にそれが現れますけども、それではないということです。そして明度を変え、ガンマは上げたり下げたりね、コントラストを上げたり下げたりしますと、何やらその物体には窓らしきものがあるということまで分かってきました。まあ、こういうようなところからですね、私はこれはまさしく UFO であると判断しました。またそのように今朝セリキムラさんに返事を書きました。間違いなく UFO、 つまりエイリアンクラフトです。